こんにちは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスピースやっていきたいと思います。今日はですね、ちょっと私がプロスピース始めて以来初めての体験、ちょっと嬉しいことがあったので、それについてのお話をまあサクッとして、でその後でちょっとなんだかんだしてなかった先日の大会のリアタイの大会の報告もまあさらっとね一応ねして、で最後に自チーム A ランク契約書を使って極みチャレンジと対決カーニバルのランダムの A ランク契約書、これ結構個人的に大きいんですよね。このね、あの A ランク系の契約書を開封するっていう流れでやっていこうと思います。なんで割とまったりな感じですかね。はい、やっていきましょう。じゃあまず、報告ですね。そう、私ねプロスピース2016年11月から始めて、もうなんで3年半ずっとやっているんですけれども、初めてのことが起こりました。まあ、ツイッターでもねツイートをしたんですけれども、なんと V ロードのストーブリーグ報酬から初めての S ランクを引くことができました。やったー。いや、一回もなかったんです。 A ランク2枚抜き3枚抜きはやったことあったんですけど、S ランク初めてでしたね。で、しかも、引いたのがヤクルトの青木選手っていうね、もう欲しかった。本当に欲しかった選手だったので、まあやっぱりヤクルトかよっていう声もね、あるかもしれないんですけれども、かなり嬉しいです。で、これね、拾い画像とかじゃないんですかって言われちゃうと思うんで、お見せしたいと思います。じゃじゃーん。まだ全然育ってないですけど、青木選手です。特訓がレベル5になっているのはですね、継承できるからなんです。おととしかなのアニバーサリーの青木選手を持っているので、そうなんです。極みで継承ができます。で、ちなみに特殊能力はなんか気持ち程度しかつけてないんで、また一から頑張るっていう感じですね。いやー、本当に青木選手ありがたいです。うん、そう、ミート型の選手がね、やっぱどうしても欲しかったのと嬉しいです、センター。はーい。で、もう一人、あのね、ちょっと青木選手の影に隠れてはいますが、吉田正尚選手の A ランク引けたのもかなり大きいですね。うん、同値チャレンジできますから、称号用にかなりありがたいです。この二人を一気に引けるっていうね、もうまさかの V ロードの報酬でなんて期待してなかったので、すごく嬉しいです。じゃあ、V ロードどのぐらいやったのかと、難易度はどうだったのかと、そういうお話もサクッとしていきたいと思います。今回はですね、最高難易度の星8で V ロードをプレイしていました。はい、星8でもね、まだ日本一になったのが61回とかなので、そんなに、そんなに V ロードやり込んでないですね。で、星7も100周、日本一100回、星6も100回っていう感じ、それより前はもっと少ない感じなので、そんなにゴリッゴリに V ロードやっているわけではないですね。うん、まあでも、こればっかりは運なのかわかんないですけど、ここに来て出ました。はい。なんかね、600周以上やっても出たことないっていうリプライもいただいてたので、うん、運なのかなと思います。でも、急に出るとね、嬉しいですよね。で、あ、自操作してたのかっていう話なんですが、私かなりのめんどくさがりで、して、オール自動ですね。うん、オール自動。プレイオフも含めてオール自動でやりました。V メダルを集めてっていうところがあるじゃないですか。V メダルを獲得できます。これがね、やっぱりちゃんと自操作してると、してない人よりもいっぱい V メダルもらえることになりますので、まあ、こういうところでもね、変わってくるのかもしれないんですが、今回はね、自操作なしで出ました。そう。で、あと、星8って難しくないですか？スピリッツどのぐらいでやってるんですかっていうのも聞かれるんですけど、まあ、基本、対戦相手のスピリッツ、試合前に見れるので、対戦相手のスピリッツ、プラス、まあ、4000から6000ぐらいでやってますかね。ちょっと今も負けられなくなっちゃったんで結構上げてるんですけど、まあ、大体なんで、試合始めの方はもっと敵弱いので、最初はね、本当に7万以下でも全然大丈夫だったと思います。だんだん相手も強くなっていくので、相手見ながら、まあ、オーダー調整しながらやってます。ちょっとね、これね、抜かりすぎて かなり負けちゃったね。今結構強化してます。あんまり V ロードオーダーはね、コンボまで考えてないんで、私はスピリッツしか見てないですね。ブルーはね、さすがにね、負けたくないので、それなりに、高めのスピリッツでやってるって感じですね。で、あと、強いオーダーでやらなきゃいけなくなると、育成あんまりできなくないですかとも言われるんですけど、まあ、確かにね、B ランクを大量に育てるとかは難しいですね。うん、私は日本一の報酬、まあ、10エナジー、基本10エナジー含めた、日本一の報酬も、やるからには取っていきたいなと思ってやっているので、まあ、それ以外のものもありますけれども。なので、まあ、基本は全部 B ランクとか、いっぱい B ランク、A ランクばっかりみたいなのではやらないです。なんですけど、少人数を効率よく育てるのは星8は結構いいんじゃないかなと思っていて、たくさん育てたい選手がいるわけじゃない人の場合は、1試合あたりでもらえる経験値の量が、やっぱり難易度が高いほど、いっぱいもらえるようになっているので、
そのあんまりたくさんねいっぱい育てたい人がいるわけじゃないっていう人は少人数を、まあ、一気にね星8で育てるっていうのも一つの手かなと思います。まあ、どうしてもねでも B ランクとかも欲しいので、まあ私はでも1人か2人かな B ランク入れてるとしても、うん、まとめて育てるのには向いてないですね。うん、まあ、ストーブリーグ報酬狙いつつちょっと 少人数育ててたいって時はいいんじゃないかなと思います。うん、まあスピリッツはまあ7万前後あれば、まあ、最初は7万前後ぐらいからまあ調整すればいいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じです。ストーブリーグ報酬こんな感じでしたみたいな、 S ランク引いたことあるかとかどのぐらいやって出たかとか、よかったらねコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。はい、まあ、V ロードについてはこんぐらいかな。次、リアタイの報告ですね。大会の報告、マジで最近ランク戦やってないのでちょっとねリーグばっかりだったんでね、まだそうか、一応結果発表中になってるんですね。はい、多分報告一回もしてないよな、うん、ツイッターでしたかな。はい、全然やりませんでした。はい、ちょっと試合数見てもらえればわかるかなと思うんですけど、ね、累計までやって累計終わってその後2試合で2連敗してやめました。そう、あ、もうちょっと冷凍して厳しいかなと思う、めんどくさい、めんどくさいって、もうちょっと大変そうかなと思ったので、まあ累計プラス2試合ですかね。うん、でそこまでで5敗か、5敗中1敗が回戦落ちなんで、まあそんなに思ったほど負けなく終わりましたね、私にしては。うん、まあでもね、もっとな勝ちたかったな、やっぱりこの仕様でね打てるようになれば普段のランク戦ももっとね楽になりますから、もうちょっとやりたかったんですけどあんまりやらなかった。この時はねリーグにとにかく集中してましたね。覇王100位以内ずっと目指してたんで、同枠取ることばっかり考えてました。何気なくねこれね報酬もらえたんです。3万位以内だったかな。なのでそう、勝ち星もちょこっともらえて、エナジーと B ランク契約書もらえたんで、まあラッキーって感じですね。はい、もうちょっとね頑張んなきゃな。もう今ね リーグ落ち着いたんで、目標達成したので、ちょっとまあもうちょっとずつリアタイをまたやろうかなと思いつつ、できてない。やります。はい、でもね覇王ね調子いいんです。まあちょっとねまだ明日1日あるんでそれ次第なんですけど、結構上がってきましたね。はい、まあ TDS で私はあんまりそんな大型強化っていう感じじゃなかったので、まあゆっくりいろいろね育てている感じではあるんですが、こっから、まあ、もう一伸びさせたいというところで契約書、じゃあ引いていきたいと思います。ですね、まあ、自チーム A ランク契約書5枚とこのイベントの今来てるターニング、嘘対決カーニバル、いつも違えちゃう、対決カーニバルの新戦力のランダム A ランク契約書2枚って感じで引いていこうかな。でこっちのイベント限定の A ランク契約書は、そう、あ、出ますね、はですね便利、これ一番欲しいのはビアノエヴァ選手、次が鈴木大地選手っていう感じでございます。はい、ということでまだね自チーム A までは行ってないので、とりあえずこのランダムの A ランク契約書をまず引いちゃいたいと思います。ここでねビアさん引ければだいぶ変わってきますね。自チーム A 残せるのが大きいですね。行きましょう、まあ、スキップしちゃおうか。はい、スキップ。はい、あ、福田選手、そしてスチュワート選手と、まあ狙いは引けなかったですね。まあ12人いるからな、なかなか難しいか。はい、まあなんで自チーム名をコツコツ取ろうと思います。なんかねでもね鈴木大地選手に関してはね、プレゼントボックスにいたんですよね。ここに1枚 A ランクがちょっとなんで見落としてて、 それを育てて今後ね同地チャレンジの称号用にしようかなと思っております。ということでラストは自チーム A ランク契約書か、これを5枚引いておしまいにしようと思います。なんかね対決カーニバルのパネルチャレンジでもさっき来たんですよね、自チーム A、ちょっとびっくり、嬉しい。はい、ということで、あ、自チームを変えてきます。はい、ということで今回は阪神で引いていきたいと思います。また阪神かって、前ちょっと前にね PJ3 狙いでずっと阪神で引いてたんで、また阪神の選手増えちゃうんですけど、狙いはですね1点狙いですね、島本選手狙いで引いていこうと思います。はい、よし、じゃあやっていきましょう。今何人だ、9人か、9分の1か、厳しいですね。まあでも5枚引いていきたいと思います。はい、よし、 OK ね、よし、じゃあ引いていきましょう。自チーム A ランク契約書阪神で、まあとりあえず5枚でいいかな。うん、はい、やっていきましょう。これで来てくれたら神なんだけどな。よし、島本選手来てください。結構ねランダムの A ランク契約書から島本さん今シリーズに入ってから A ランクもね3枚ぐらいポンポンポンって出てきたので、割とね引けるんじゃないかな。でもこう狙いに行っちゃうとやっぱ違うんですかね。何気ないところからの方が来てくれるのか、さあどうかな。おお、いいですね、西選手、そして
あ、ダメさん、エキサイティングでもね、弾きますしね、私 TS 弾けなかったから、あれなんですけど。そう、TS 弾けなかったからね。はい、じゃあ行きましょう、3枚目。はい。もういいよ。福留選手はね、A ランクそこそこあったはず。なんでもういいよ。もういいです。はい。そして、なの？あ、よしよしよし、よかったよかった。今回もね、お笑い契約書になっちゃうかと思いました。とりあえずこれ大きいですね。4枚目かな。これで煙突4回できます。まあ、ちょっとまた1から育てなきゃいけないけど、ラストいきましょう。ラスト2枚、2枚でね、連チャンできてくんないかな。はい、ダン。あー、高橋選手。はい、OK でございます。西選手は、タイトルホルダーのをずっと使ってたので、まあ、割と最近までオーダー入ってましたね。今後また聞けたら継承したいですね。はい、ということで、まあまあまあ、いやいや、OK。 あのね、自チーム A ランク、私シリーズ開幕してから狙い1回も引けてないと思うんで。まあ、OK。今回引けたんでね、島本選手、本当、感謝してます。大好きです。はい、ということで、まあ、今日はこの辺でおしまいにしようかな。あー、調子くん、ザワールド忘れずにやりたいと思います。あのね、そろそろね、選手ボックスの紹介とかやりたいなって思ってるんで、近々出るかなと思います。よかったらまた見に来ていただけたら嬉しいです。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺で。バイバーイ。おつくみ。